電車を止めるな、は、2019年に出版された、寺井広樹による小説であり、同作を原作とし、2020年に、長子電気鉄道が制作した日本映画である。なお、原作小説のタイトルは正確には、電車を止めるな、呪いの6メ4 k m マイナスである。映画版のサブタイトルは、呪いの 6.4km と、呪いがひらがな表記になっている。 これは、電車のスピードが鈍いと呪いをかけているからである。タイトルも、映画、カメラを止めるな、とかかっていて、キャッチコピーも、調子イキ映画となっており、調子とかかっている。また、作品には、うまい棒ならぬ、まずい棒が登場する。これは、実際に販売もされている。変電所の老朽化が、深刻化する中、工業収入を回収費に活用しようと制作を、 開始。映画制作の支援のためクラウドファンディングを行い、鉄道を守る趣旨に賛同した人々から計500万円以上を集めた。2019年公開を予定していたが、完成度を高めるため追加撮影したほか、新型コロナウイルス感染症流行の影響もあり、公開時期が延期となった。最終的にかかった費用は2000万円。竹本勝則社長らが費用を捻出し、 完成にこぎつけた。鑑賞券には1日乗車券もついており、鑑賞した人が実際に乗車することも期待している。経営難を打開するため、心霊列車を走らせて、ネット配信し、ページビューを稼いで新たな収益をもくろむという、同社の厳しい経営状況を笑いに変えた、ホラーコメディ。やらせだったはずの心霊列車内で、次々と怪奇現象が起こる。 新月エンターテイメントの主催で2020年1月25日26日に全6公演の朗読劇が公演された。キャストは A チームと B チームの2チーム制で買い変わり。超電を止めるな。映画制作28日から公開配線危機器回避の試み。東京新聞。 https://www.tokyo-np.co.jp <collapse. S 2> スラッシュアーティクルスラッシュ485042020年9月12日閲覧。電車を止めるな。php 研究所、調子だけに調子移休。調子電鉄の映画、電車を止めるな。完成8月下旬、上映スタート。千葉日報。 https://www.chibanippo.co.jp スラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ7164602020年9月12日閲覧電車を止めるので経営悪化止める銚子電鉄が映画日本経済新聞 https www. 日経 .com article 約すむぞ6 3万0 2 4 4 9 0 v 2 0 c 2 0 a 8リットル7万10002020年9月12日閲覧調子電鉄社長厳しくても鉄道存続に全力映画電車を止めるな上映会毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20200908/k00/00m/040/099000c2020 年9月12日閲覧。調子 EQA が、電車を止めるな。苦境の頂点次の一手。朝日新聞。https。 w w w a s a h i c o m アーティクルズエーズン QC7294N98 ウー o ックビーレイレ PHTML 2020年9月12日閲覧公演終了朗読劇電車を止めるな公演日2020年1月25日26日新月エンターテイメント http://www.seigetsu-entertainment.com/.dentome01/.2021 年8月3日閲覧。ありがとうございます。